インディアナポリス美術館は、インディアナ州インディアナポリスにある美術館である。日本美術のコレクションでも知られている。インディアナポリス美術館はアメリカで9番目に古く8番目に規模の大きな総合美術館である。1883年に芸術教育振興の目的で、アートアソシエーツオブインディアナポリスが設立され、 同年展覧会が行われて453の作品が展示された。ジョン・ヘロンはインディアナポリス在住の富豪であったが1895年に亡くなり、彼の遺言によりギャラリー創設と美術学校開校のための資金が寄贈された。それを受けて1902年にジョン・ヘロン・アート・インスティチュートが設立され、その一部として1906年にギャラリーが開館した。 1930年代から1950年代にかけて所蔵品を増やしていき、拡張または移転の計画が何度か持ち上がる。1966年に講演者によりオールドフィールズの土地建物が寄贈される。翌年、美術学校はインディアナポリス大学の一部になることが決まり、美術館はオールドフィールズに移転することになる。1969年に、 インディアナポリス美術館と名前が改められ、1970年に移転した。所蔵品はアフリカ、アジア、アメリカ、ヨーロッパから集められており5万4000点を超える。その中でも際立っているものは新印象派の油彩画や、中国の陶器やブロンズ、ポール・ゴーギャンやポンタバン派の版画、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーの水彩画のコレクション、増え続けているコンテンポラリーアートがある。 江戸時代の海外に関しては、2000年に個人コレクターにより70点余りが寄贈され、現在では150点ほど所蔵している。その中には、かの単優、かの三楽、ガンク、森狙い線、鈴木その一、山本梅一などが含まれている。また、テキスタイルやファッション、デザイン関連の収集も行っている。2005年に、 栃木県立美術館にて、江戸海外の熱い眼差しインディアナポリス美術館名品展が開催された。ありがとうございます。